パ、はい、どうもパニマス教科でございます。というわけで本日は、スタミナ鶏キム丼でございます適当に作りました。はい、まあ、調理動画はまた別で上がってると思います。本当はこれ白ネギとか入ったもとよかったんですけどね。白ネギ、長ネギね、長ネギとかあればよかったんですけど、ないので仕方がない。はい、というわけで食べたいと思います。というわけでいただきます。今日は汁物ありません。はい、うん、うまい。あー、あんかけのねっとり感がいい。うん、うめえ。これは美味しい。このね、水溶き片栗粉入れたあんかけというかあんにちょっとなってるとこの味の染み込み方が半端ね。うん、あー、うまい。今日はねこれちょっと親鶏なんですよ。鶏が噛み応えのあるちょっと硬いやつで、この間食べたとこやけど親子丼にしようかなと思ったけど卵買ってなかったんですよ。でどうしようかなと思ってね、焼き鳥にすっかと、これ硬いし。大正解。これは大正解。マヨもしようか思ったけどね。いらないわこれには。あ、うめえ。塩コショウと酒とシャンタンデラックスだけなんですけど、あとオイスターソースね。うん、鶏もも肉でもいいと思うよ多分これ。うまっ。やっぱこのご飯にかけためんつゆ、まあ、これ自体の風味がすごいんで、しっかりとしたね丼になってますね。うん、キムチも乗っけてよかった。残ってし乗っけとこうと思って乗っけてんけど、これあるなし全然違うかな。多分味がめちゃくちゃうまいやん。これキムチめっちゃ合う。
これはきっとまたするね。とにかくこのちょっとねっとりとさせた感じがめちゃくちゃこの味を 味がね、味やわ、うん、うまい。なにちょっとこう水溶き片栗粉入れるだけで味がめちゃくちゃしっかりするよな。なくなっちゃう。ニンニクもバッチリやし、うーん、あー、親鶏と相性がいいわこれは。一瞬でした量もそんなになかったんで、まあ1合ぐらいでしょ。1合ちょっとぐらいかな、あるかな、1合、まあ1合ぐらいですね。というわけで、ね、今日はね、ちょっとお時間もない、もう4時なんですけど、うん、この辺に来て、まあちょっと仕事がありますんで頑張っていきたいと思います。というわけで今日は鶏キムチ丼でございました。ごちそうさまでした。おすすめでございます。